こんにちは、ゆうです。パズドラのお時間です。はい、今日も無課金サバが芝居の丸やっていきたいと思います。今日言うてもね、レベル10にクリアした後にちょっと洗濯物とかしてすぐ撮ってるんですけど、はい、今日やっていきたいのはですね、4月のクエストレベル13でございます。はい、ここからね、このハテナあれでしょ、ガブガブが来るんでしょ、レインボーメタルドラゴン。わかってます、そんなことはわかってます。で、制限時間30分ということでやってまいりたいと。ちょっと待って、食べたのに噛むって、やってまいりたいと思います。はい、パーティーこんな感じです。もうウルトラばっか使って申し訳ないですね、ほんまに。ウルトラのやつ、ウルトラ何それ美味しいのってコメントたくさんありがとうございます。はい。それではご紹介していきましょう。はい、リーダーウルトラに、スキルチェーン2つ、リーダー全体で1つ、回収の武器つけております。で、チャコルですね、ハロウィンチャコル。ここからね、軽減とか貼らないとね、きついかなと思ったんで採用しております。で、聴覚性、完全暗闇耐性に、スキルチェーン4つです。HP 最上位のやつが1つで、とアルティメットバースト、アルティメットドラゴン、会話の武器ですね。はい。で、こちらが覚醒ミニでアーマテラスでございます。覚醒ミニアーマテラスにスキルチェーン、スキルプラスが、聴覚性スキルプラスで、HP 盛るやつの最上位のやつが3つで、ドフラミンゴのコートをつけてます。で、ウィングガンダム0ですね。はい。超重力なんで、聴覚性はもちろん浮遊でございますね。はい。で、神キラー室に、神はいらんか、ちょっとね、ダンジョン13、メインはクリアしたんですけどね、覚えてなくて、はい。ちょっとこのままでいきたいと思います。神キラーに、で、上限解放。で、ダブルゼータガンダムの武器つけております。で、こちらがドーナーですね。はい、ドーナーに直角性 L 字。で、スキルチェーン2つ、ドラゴンキラー3つに。で、新セレコード。これはね、ラスのミルちゃんの武器ですね。キーボード叩いてる。で、雲も補いつつ、HP 盛りつつ、指も盛りつつ、で、一応潜った絵話なんですけど、スナイムももったいないんで、一応この、威嚇通す前提で、組んでるんですけど、それ期間買った時用に、6ターンヘイストでいきなり最終進化まで、最終進化って思った、まで、ウルトナを持っていけるように、遅延もありつつ、威嚇もありつつ、ヘイストもありつつっていう編成ですね。で、フレンドさんにはスキルチェーン4つ、神キラー2つ、で、ちょっと待ってください、思い出す。ショーテル武器です。ショーテル武器のウルトナつけて、用意していただいてます。バッチは HP プラスですね。それでは、レベル13、対戦よろしくお願いします。さて、どうなるんでしょうね。威嚇は通るんかい？威嚇は通るんかい？命の。お、通りそうっすね。ああ、よかった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 。威嚇がね、通るんやったら通るんで、全然いいんですよ。で、まず威嚇して、一応時間もあるんでね。で、こっちを先に、ちょっと覚醒向こう来た方が怖いから、こっち先ヘイストかけて、で、こっちも3ターンヘイストかけて、で、指も伸びたと。伸びた。はい。伸びたくんって射撃のセンスがあるんでしたっけ？天才的なんでしたっけ？あかん！これちょっと決まっちゃうで！ちょっとやめてや。行動パターン変わる系じゃないですよね。ちょっと暗闇に解除しようか。はい。よいしょ。OK。で、軽減も貼れるし、もうええか、いっちゃうか。こいつの会話のね、アルティメットバーストの方が半減なんで、強力な半減って何やねん。強力な半減。強力な？シールド？軽減って言え。そんなことですね。喋ってるからもう、火がね、四つ消しにできないんですよ。はいはいはい。いいよー、よいしょ、オッケー。で、次、チャコル。絶対チャコル。おー、半減の時に出てくるなんて、分かっとるやんけ、もう今日は。え？いった。もしかして剥がれてた？それはちょっと、畳んちゃうか？ガブガブって喋ったがために、あれか？軽減剥がしちゃった系か？
経験話しちゃった経過、それはちょっといただけないね。こうか。まあ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 、HP もある程度持ってるんで、こんだけあれば回復できるんちゃうかな。いや、やらか。そっかそっかそっか、まだ高が、されど12。じゃあ13、ごめん。13と。13やから、まだそんな、あれか。あれ、究極完全体ガブガブじゃないんやね、多分。じゃあ、これはもうアマテラス使わんで、いや、ちょっと待って。アマテラス使わんで、でしょうかね。はい。はい。光もね、ちゃんと分割したんで、はい、いけるでしょう。よしよし。はい。イルムって戦ったことないぞ。え？グリモワール・プラネット。わーお！いや、これちょっとね、中途半端にルーレット作ってもあれなんで、もう光の時に思い切って使っちゃって。はいはいはい。いただきます。水、はい。いただきます。水。はいはい。もうとりあえず最低限の仕事だけ。とりあえずここを生き残ればいいんで。オッケーよ。おう、栄翔破棄。って言った魔導強化。お邪魔ロック。まあ。いやー、ちょっとどうしよう。L 字組むまでもないしな、この数のお邪魔と。んで、なんでお邪魔持っちゃったんやろ。L 字組むまでもないんですけど、その、残念ながらパズル力は追いついてないと言いますか？やっべ、これちょっとやばいんちゃうかな。ちょっと落ちて、あー落ちてこない。オッケー。三つ消しが逆に多すぎて、あれですね。ちょっと逆にラッキーでしたね、今。はい、これルーレットとしてのほんま。ルーレットはね、もう一つまでって決めてください、もう。あ、やばい。また、やばい。持っていかれすぎ。はい。これで。さすがにもうこんだけ来たら、ウルトラくんなら、いけますよね。はい。で、4フロア。はい。え、なんだっけ。コマ。この子も、毒目覚めなんて持ってきとらんて。はい。ちょっと待って。全集中しようか。はい。ちょっと全然集中できてへん。全集中じゃないし。はい。ほんまに全力で。パズドラと向き合うための全集中のつもりなんですが。ごめんなさい、なんか、自分で全然思んないこと言ったなと思って、ちょっとパズル力はもともと全然思んないパズルなんですけど、せめて遠くぐらい、しっかりせえって、ちょっと、自分に、かーっつってしたね。あ、ちょ、はい。はい、バランスタイプなんですね。あ、違う、バランス軽減なんですね。勝手なの、あれか、あれ、あ、そっか、超重力やからか。はい。はい。おー、いい位置に。いいですね、その位置は。こちらもパズルが組みやすいです。はい。いや、それは、あかん。イエス！で、次に、チャコルセット。はい、何だっけ？アルバート。アルバート、体力回復か。いた。あー、おしゃ、置いといてよかった。置いといてよかった。アマテラス。あー、ちょっと、あかん。こいつ使っといてよかった。そしたらダブル限界突破ウルトラをぶち込めたのに。はい。
もうね、ルーレットがあるうちはもう無理はしません、僕は。あれー、クレーンに目覚めしちゃうの。いや、これ、ダブルルートナー行ったらいけたんちゃうかな、もしかして。もったいおっしゃなー。よし、アルティメットバスター使って。はいはい。いやー、ルーレットで暗闇はないでしょ、さすがにもう。はいはいはい。ちょっと頑張っちゃう？頑張っちゃう？はい。頑張りました。あ、ちょ、まあ、ルーレットに邪魔された。ルーレットに邪魔されたけどいけた。よし。誰？誰？ニルオオカム。いた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 。そうやね、どうしようか。じゃあ、トゥインクルダーク行きましょうか。トゥインクルダークじゃなくて、どうなっていったらわかりやすいですね。すいません。まあ、暗闇目覚め、鬱陶しいことに変わりないんですが、そこで僕がパズルミスって取り直す方が鬱陶しいので、はい。はい。いや、そんなことなくても、普通に、ミスってますね。もっと光を多く、組んだ方が良かったですね。いやー、ちょっとあかんかな。ニャーミー九州。ニャーミー九州は、ええんか？これ光九州もあるってこと？いやー、ちょっともう、重力とかさ、いろいろもう多すぎよね。よかったけどさ。はい。オッケー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 。微動シャドウ。ほう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 。これ全部闇ということですか？これ使うか。これ使うかって使うのしゃあないねんけど。ねあ、無効貫通消えてるから使わなあかんのか。危ねえ、忘れとかった。じゃあ、ダブルゼータのとパワーでしょ、使って。はい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 あ、ちょっと。いや、それはあかんで、それはあかん。しかも落ち込むマシでしょ。きついのきつい。いや、そこで気に変わってくれるあんたは、偉い。一番の、今日一のファインプレイよ、ほんま。今日一のファインプレイ出ましたね、もう。敵からいただきました。はい。ここ水やったら完璧なんですけどね、完璧に決まってるんで、水。イエス。やばかったー。水やったね。読み通りやったね。読みもなんもないんやけどさ。はい、ありがとうございます。よし、では石受け取りましょうか。あれ、モンスター図鑑じゃねえよ。クリアマン宝石、13個でございます。よっしゃー、32個になりましたね、石も。はい。では、今回はね、ここら辺で。お開きにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしね、この動画面白かったら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。あとは、その概要欄に、活動一覧という、僕の SNS 関連のものをすべて詰め込んだものを置いてきてあるんで、そちらもチェック、お願いします。それでは、また次回お会いしましょうか。さあ、疲れたね。ずっと喋ったから。はい。それでは、バイバイ。また次回。